しつこいな、兄には。しょうがないじゃん。昨日の夜は寒かったんだからさ。まったく、ちょっとニーニーのベッドに潜り込んだくらいで、そんな怒らなくてもいいじゃん。それにさ、せっかく久しぶりに二人で帰ってるんだから、楽しく帰ろうよ。そうそう、そういうこと。それじゃあ、改めて出発！珍しいな、今日は誰もいないんだね。何のことって、そこにある公園のことだよ。いつも誰かいるのに今日は誰もいないからさ。ほら、ミアたちもちっちゃい頃あそこでリホちゃんたちとよく遊んだじゃん。あ、そうだニーニー、せっかく誰もいないんだし公園に寄ってこうよ。ため息なんかついてないで、早く早く。到着。ニーニーと二人でこの公園に来るなんてどれくらいぶりだろうね。うん、何よ、不満げな顔しちゃってさ。押し入れが恋しいのもわかるけど、少しぐらい寄り道したっていいじゃん。なんでそんな驚いてるの？まさか本当に押し入れに入りたかったの？まったく、ニーニーは本当にダメダメなんだから。はいはい、言い訳はもういいから。それにしても本当に懐かしいな、ここでいろんなことして遊んだよね。誰が一番高くブランコを漕げるか勝負したり、砂場でドロンコになるまで遊んだり。あ、ミアが逆上がりの練習をしてた時、ニーニーの顔に足が当たって鼻血がドッパーってなったり。あ、そうそう、ジャングルジムに登る競争した時、ニーニーが一番になったのに怖くて下に降りられなくなったりしたよね。懐かしいなぁ。あれ、どうしたのニーニー、顔が引きつってるよ。そう、大丈夫ならいいけど。でもみんなで遊んでる時ってさ、本当にあっという間に時間が過ぎちゃったよね。気づいたらいつもこのくらいの時間で、もう日が沈みかけてて。せっかくだし久々にブランコに乗ってみーよー。おいおいしょ、とりゃにしししし、いくぞー。よいしょ、おいっと、ほっ。ねえ、そういえばニーニーは覚えてる？いつも日が沈んじゃうとさ、一緒に遊んでた子はみんなお母さんが迎えに来たりして帰っちゃったよね。よいしょっと。リホちゃんもリカおばさんが迎えに来てさ。よっと。それで最後までこの公園に残ってるのはいつもミアとニーニーだったよね。昔からミアたちのお父さんとお母さんは仕事が忙しくってなかなか家にいられなかったから、日が沈んで暗くなってもみんなが家に帰ってもミアとニーニーのことを迎えに来てくれる人は誰もいなかった。今なら仕方ないって思えるけど、昔のミアにはそれがわからなくて、ニーニーと二人だけになった公園で、もう帰ろうっていうニーニーにダダをこねて待ち続けてた。それでも
やっぱり誰も迎えには来てくれなくて、それが寂しくて悲しくて、いつも最後には我慢できなくて泣いちゃってた。声を上げて涙を流して鼻水まで垂らして、そんな泣きじゃくるミャオをいつも家に連れて帰ってくれたのはやっぱりニーニで、泥だらけのミャーの手をニーニが引っ張って街灯をたどりながら一歩一歩ゆっくり帰ったのを覚えてる。懐かしいなって、ちょっとニーニー、さっきからミャーが話しかけてるのに、なんでそっぽ向いてるのよ。え、何？声が小さくて聞こえないよ。スカートでブランコに乗るなって、突然何を言って。この高さなら飛べる。飛んでやる。うるさいバカニーニー、大丈夫だからこっち見るな。にゃあ、ニーニー、どいてー。いったー。あ、ニーニー、ナイスクッション。無茶するなって。そもそもニーニーがスカートを覗いてたのがいけないんでしょ？え？怪我？ミャーは大丈夫だよ。ニーニーが下敷きになってくれたから。ニーニーは、大丈夫？そっか、よかった。そうだね。お腹も空いたし、そろそろ帰ろう。あれ、ニーニー、カバンから何かはみ出てるよ。多分倒れた拍子に出ちゃったんだと。裸？にゃー！ニーニーは本当にエロエロでダメダメで、何かあるたび押し入れにこもっちゃうけど、だけどね、ミャオは知ってるよ。ちっちゃい頃の二人での帰り道、歩くのが遅いミャオのためにニーニーがゆっくり歩いてくれていたこと、暗い道が嫌いなミャーのためにニーニーが明るい道を選んでくれていたこと、泥まみれで冷たいミャーの手をニーニーの温かい手が包んでくれていたこと、だからね、ミャーはちゃんと知ってるよ。昔よりちょっとエッチになったけど、ちょっとじゃないかも。でも、今も昔も、ニーニーは変わらずニーニーだって。そしてこれからも、きっと、ニーニーはニーニーのままだって。だからミャもね、ずっと、ずーっと、ニーニーの妹だよ。